ラルフ・エリーザー・ホワイトサイド・アールはアメリカ合衆国の画家である。第7代アメリカ合衆国大統領、アンドリュー・ジャクソンの宮廷画家と呼ばれた肖像画家である。1804年のラルフの作品父親は肖像画家のラルフ・アールで、父親は独立戦争の時に王党派に属し、1778年に妻子を置いてイギリスに亡命し、 イギリス人女性と再婚した人物である。父親夫妻は1785年か、その翌年にアメリカに帰国しており、ラルフ・ EWR は帰国後、ニューヨークで生まれたと推定されている。父親から絵を学んだ。ラルフ・ EWR の初期の肖像画は素朴派に近い、父親のスタイルを残している。1809年に、ロンドンに渡り、1年半、アメリカ出身の画家。 ジョン・トランブルに1年間学び、父親が指導を受けた、ベンジャミン・ウエストからもアドバイスを受けた。その後、1814年までイギリスに滞在し、母方の祖父の家や叔父の家に留まり肖像画の仕事をした。パリンに旅した後、1815年12月にアメリカに帰国した。多くのアメリカの画家が歴史画の大作を描いており、 アールも1812年から1815年までの米英戦争でアメリカが勝利したニューオーリンズの戦いを題材に描く野心を持ち、1817年にテネシーに指揮官だったアンドリュー・ジャクソンの家を訪ねた。ジャクソンと彼の家族の肖像画を描き、気に入られ、1819年にジャクソン夫人の命と結婚することになった。 妻は1920年の出産時に亡くなったが、ジャクソンに好まれ、妻の死後もジャクソンの屋敷で暮らした。1829年に、ジャクソンがアメリカ大統領に当選すると、アールもホワイトハウスで活動し、多くの肖像画を描き、ジャクソンの宮廷画家と呼ばれることもあった。ジャクソンが2期目の任期を終えると、ジャクソンと共にテネシーに戻り、 1838年9月16日にジャクソンの邸宅ザ・ハーミテージで亡くなった。ありがとうございます。